ファーストコンタクトは、異なる文明、または、種族間における、個人、または組織間の最初の相互接触のことである。第一に、ファーストコンタクトは、文化人類学用語である。一般に、歴史上の経験則から、異なる文明、特に双方の文明に発達程度の開きがある場合、相互理解と共存には、困難が伴い、時として、 優勢な方の列位側への一方的な征服の形に終わることがある。その際、優位側の列位側にとって得意な文化が列位側にカルチャーショックを与えて、この傾向をさらに加速させる傾向が見られる。アカルチュレーションも参照のこと。人間と異星人のファーストコンタクトを描いた挿絵第二位に、ファーストコンタクトは小説、映画、アニメーションなど、 各種の異性文明との接触を扱った SF における主要なテーマの題材となっている。マレー・ラインスター、最初の接触がその初期の作品であり、SF 作品におけるファーストコンタクトテーマの始まりとされる。構成感を高校できるほどの優れた文明を持った。 異性の種族との接触は、すでに述べた、文化人類学上の経験則から得た危険が常に、付きまとう。そして彼らは、人類という種と同じメンタリティや体の構造を、持つとは限らない。そのような複雑で、魅力ある主題であるため、欧米のアーサーシー・クラーク、JP ・ホーガンの著作や、映像作品、スター・トレックなど、 多くの SF 作品でこのようなテーマが扱われてきた。例えば、スタニスワフ・レムのソラリスの火のもとにでは、惑星全体を覆う一つの海が知性を持っている。海は人類と接触するが、その接触法は人類の理解を超えるものであった。また、フレッド・ホイールの暗黒星雲には知性を持った暗黒星雲が登場する。 暗黒星雲の体の構造は全く人類とは異なるものの、そのメンタリティは人類と似ているようで相互理解に成功する。日本の場合、多くは商業アニメーション作品の中でこのテーマが描かれることが多い。1980年に制作されたアニメ伝説巨人イデオンでは外宇宙に乗り出した地球人とイデと呼ばれる 無限力を探索していた、四族社会の異星人バーフフクランが、第三者である意識集合体、井手の導きにより、入植地球人が、ソロ星と呼ぶ惑星で、不幸なファーストコンタクトを迎えたことによる戦闘と、悲劇が描かれた。また、1982年制作の、超時空要塞マクロスでは、プロトカルチャーと呼ばれる、戦士文明異星人によって作られた巨人の、 戦闘クローン兵士、ゼントラーディと人類との接触と絶望的な状況からの彼らの知らない文化によるカルチャーショックを武器にした逆転的な勝利とその後の種族間の相互理解への問題が描かれていた。1983年制作の気候創世記もスピーダでは国内商業アニメーションにおける 最初の非人間型知的異性生物、インビットに占領された後の地球を舞台に、これらを脱会すべく、火星、または月から送り込まれた軍隊とのレジスタンス運動を通して異なるメンタリティを持つ異性人との接触や占領された地球人の反応を環境に適応するために、地球人と同じ肉体を持ったがために、この意志や感情により分裂。 混乱する知的異性生物の内情を描くなど、意欲的な試みもなされている。1984年制作の、超時空気弾サザンクロスにおいては、汚染された地球を捨て、惑星グロリエに入植した、地球人と先住民族、ゾルトの対立と先住民族の文化の崩壊が描かれた。そしてこのテーマは、描くべきテーマが拡散、多様化した現代においても、 なお、文化人類学、そして SF の主要な命題の一つであるという地位を、失っていない。ありがとうございます。